もちみなみだもっちー、皆さんもっちは。はい、今日はですね、京都にあります世界遺産にもなっているというあの仁和寺のお室88という場所に来ているもっちー。失礼します。あ、金があるもっち。失礼します。誰もいないかな。鳴らしたいよ。こうかな。お参りしたもっちー。よいしょ。お堂が88箇所あるわけもっちなんですけども、四国のお遍路さんのね、88箇所四国を回ったのと同じお願い事が叶うっていう効果があると言われているもっちよ。すごいね。鳥の声が聞こえてる。なんかね、清らかな気持ちになってくるもっちね。2番目のお堂に着いたもっち、すぐ近くでした。また上がってみたいと思います。よいしょ。ここにも鐘が鳴らない。鳴らないね。せーの。鳴らないね。せーの。せーの。もう少ししたらもみじのね、紅葉が綺麗な時期になるんじゃないかなと思います。仁和寺さんは桜だったり紅葉だったりすごくね、有名な場所になっている町なんですよね。そうこうしているうちにあっという間に三番に到着した町、行ってみたいと思います。あ、中に座ってらっしゃる。どうやったらうまくなるのかな。この88箇所をゆっくり回っても2時間から3時間ぐらいで回れちゃうらしいもんちよね。なんかハイキングコースみたいな感じで、こういう林の中を順番に進んでいっているもんち。もちはちょっとね、目が悪いから。おぉ。はい、足元に気をつけながら進んでいるもちと、ここが4番目のお堂だもち。はい。それぞれにね、やっぱりこう、できた時期も違うのかな。さっきのお堂は比較的に新しくて、欄間みたいな、あの上のね、木彫りのところも、すごい新しい感じだったんだけど、ここはね、また、趣深い。失礼しまーす。こんにちは。盆地が刻まれたちっちゃなね、柱が、石の柱もあったりして。もう着いたよ。5番目のお堂に着きました。おっち、お邪魔します。もっちです。こんにちは。5件目のお堂を制覇しました。もう願いのね、88箇所分の5だから、もう10分の1ぐらい叶ったかなっていう感じがするもんじゃね。ほんとね、ちっちゃくて可愛いお堂がたくさんあって。はい、6箇所目に到着もっち。お邪魔いたします。おー、いい感じに苔むした階段。よいしょ。お邪魔します。鳴らないけど鳴ったということで。あ、こんにちは。今回は時間の都合により中を省略させていただきましたが、こちらが85番目のお堂になりまっち。はい、
行ってみたいと思います。お邪魔いたします。防災工事のお知らせって書いてある。あっ、危ない危ない。もう工事中に今なってるので仮設の橋がかかっているみたい。なんかアトラクションっぽいね。こうなってるかね。降ります、降りますよっと、よっよっよっ、あ、把握した。到着、こちら86番のお堂でございます。失礼します。はい、お参り完了しました。おお、おっと、これはどうなってる。よいしょ。足元お気をつけください。桃地南さん、足元お気をつけください。はい、87番到着持ち。行ってみます。お邪魔します。こんにちは。はい、カニお持ちよっ。ほあー、セーフ。ミミズがすごい勢いで、ミミズ、ミミズなの、ニコニコなの。すごい、マッハでこのぐらいのやつが。自然の中だね。橋を渡る。なんかね、池の改修工事もやってるみたいで、今本当に大きい池があって水がわーって流れてるんだけど、ちょっと今かなり水量が少ないみたいでね。また工事が完了したら違う景色が見れるんだと思います。いやー、たくさん回ったね。はい、というわけで88番のお堂に到着したもっちー。はい、ということで、この88番のお堂の前、見てください、こんな壮観だもっちよ。88本のね、この旗が色とりどり立てられてるんですけども、これもう読んでその通り、オムの娘というね、コンテンツになっているもっちなんだって。88個のお堂の特徴に沿ったキャラクターが描かれていて、でそれぞれに名前がついててね、この88体のキャラクターのクリアファイルが中のお堂で、販売もされているらしいです。はい、では88番目のお堂、ここが終着地になります。早速お参りに行ってみましょう。もっち、こんにちは。これにて完了になります。京都の世界遺産にもなっている仁和寺のお室88ぐるっと回らせていただいたもっちよっ、桃三昧。はい、というわけでですね、仁和寺の西村さんにこのお室88箇所霊場についてちょっとお話を聞いてみたいなと思います。教えていただいてもよろしいもっちですか。はい、この仁和寺、お室88箇所霊場っていうのはですね、29世門跡の西仁発心王と言われる方が、寺侍ですねと言われる皇族の方、格式の高いお寺にはよくおられる武士なんですけれども、その方たちに四国88箇所の砂等をですね、持ち帰ってきてこちらに作っていただいたと言われるのが始まりであります。それってどれぐらい昔、はい、何年前ぐらい。文政10年1827年なので、あ、200年前ぐらいか。そうですね、はい。すごい、そんなに歴史があるもちな。仁和寺の歴史についてもちょっとだけ教えていただいてもいいもち。仁和寺自体が888年ですね、仁和4年に建てられたので仁和寺と付けられてるんですけども、おー、はい、ほら、語呂合わせだった。
った餅か。そうなんですよ、はい、初めて知った、ためになる、すごいありがとうございます。皇后天皇という方がおられまして、うん、その方が仁和寺を作ろうとされたんですけども、でその息子の方のですね、宇田天皇という方が石を受け継いで作るということになりまして、うんうん、888年に作ったと言われております。888年、スーパー末広がりやもちろん。そうなんだ。でも今回このおもろ娘っていう企画、これはどういう経緯で始められたこともちなんですかね。隣におられます。そんなところにどうして。プロデューサーがおられますので。誰かな誰かなと思って気になってたんですけど。ジラジラ。お名前は聞いてもよろしいですか。はい、おもろ娘の方のプロデューサーやってる龍道です。通称オムピーと呼ばれております。オムピー。よろしくお願いします。あなたがオムピーですね。はい、そうです。よろしくお願いします。はい、どういった経緯でこのおもろ娘っていうのはできた餅なんですか。はい、この経緯自体、この後ろの今ちょうどお話にあった西村さんは、そのおもろ88箇所令状、まあ約200年なんで、それできてからもう2年前とかのもう台風とかで、お堂が88個立ってるんですね。でも屋根とか吹っ飛んでしまったり、あともう山の道が倒れたり木は倒れたり、なんかそうだね。そうそう、もうボロボロなんですよね。7年後ちょうど200年なので、そう、それに向けて今きれいにしましょうという計画立ち上がりまして、特別御朱印とか写経勧進とか、あとごまぎ勧進とか、いろんなその今まで仁和寺が好きな方とか、その仏教とかが好きな方、お寺が好きな方向けのっていうのはもちろん今まで通りやってるんですが、それ以外にそもそもお寺を知らない、仏教を知らない、仁和寺知らないとか、あと若い方向けということで、このお堂88個擬人化した企画をやりたいとお話いただきまして、今回仁和寺の若い僧侶さんたちと一緒にこれを、はい、やりました。そうなんですね。そうか、確かにね、こうちょっと被害があった場所とか、はい、メモリアルイヤーに向けての、はい、いろんな試みということでの一つですね。先日のね、京マフで88体もこんないきなりキャラクターがドーンと出てて、なんかすごいインパクトあるなと思って。そうですね、驚きます。僕も最初お話いただいた時、ね、えって思ってやるんだけど、すごい行列できてたからなんだろうと思って見に行ったら、もう早速盛り上がってるみたいで、ありがとうございます。ね、この先も何か展開とかいろいろ考えてらっしゃるんですか。はい、そうですね、今ちょうど今88人阿波のこの分だけ今性格と、セリフが追加されていて、この後にですね、土佐、伊予、讃岐、みんなのそのセリフとか追加されていったりとか、キャラクターの性格の深掘りですね、をもっとしていったり、あともちろん新しいグッズとかも作りたいなと思いつつ、今いろいろ準備はしておりますので。そうなんです。今ね、クリアファイルが88枚、はい、88種類やっております。ね、そうなんですね。この先もいろんなグッズ展開とか、もっとこういろいろ新しい絵とかいろいろやりたいと思いつつ頑張ってます。なるほど、ね、楽しみ。でもね、自分の推しを探すだけでも本当に大変なぐらいたくさん可愛いキャラクターがいるので、はい、そうですね、そんなののために今、おもろ娘縁結びっていう、質問に6回答えるだけであなたにご縁のあるおもろ娘こちらっていうの今すっごい、何それ。おもろ娘のツイッターの固定タグに置いてありますので、わー、相性診断じゃないけど、そうですね、自分のね、こう好みに合いそうな子をサジェストしてくれるみたいな、はい、うわー、それは願ったり叶ったりもっちありがとうございます。ぜひやってみたい、はい、ね、ぜひ、皆さんもぜひぜひチェックしてみてください。公式ツイッターの方、はい、はい、わかりました。いろいろ楽しいお話を伺えて、今日はね、来て本当良かったなと思うのち、お堂の中の物販コーナーにお邪魔させていただいております。見て、ドワー、すごい、クリアファイルが88枚並んでいるもちなんですけど、境内価格550円うち100円が、整備費、龍道さんがおっしゃってたように、境内の修復費、お堂の修復費だとか、もういろんな修繕費とかに使われることになるんだと思います。ね、たくさん見やすく並べてあるんですけど、これちょっと選べないなぁ。ちょっとね、まだ推しキャラを見つけられないでいるので。あ、これも好きだなぁ。あ、お手を触れられませんようにって書いてあった。触れてしまった。持ち上げない。あ、この子かわいい。ほうじゅちゃんかな。ほうじゅちゃんかわいいね。見て見て、このオレンジのね、襟のとことか、かわいい。もち垂れ目好きだからね、垂れ目のほっぺたプニプニ系大好きだから、かわいい。これは集合してるのもある。うーん、あ、これいいな。はい、
なんかね、どんどんと物欲にまみれてしまいそうになりますけども、皆さんもね、お気に入りの1枚、いや1枚と言わずに88枚集めてみてはいかがでしょうか。もっちー、皆さんも京都にね来る際には、仁和寺さんのこのお室を行くとぐるっと回っていただいてね、この88番目のこのねお堂の前、この旗でね一緒に記念写真撮ったりとか楽しんで見ていただけたらいいなと思います。もっちー、はい、それでは今日は龍道さん、そして西村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ、もっちー。